はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は名教高校サクチャレをやっていきたいと思います。編成に関しては打撃さん、筋力さんのボーナスで、組んでやっていきます。まあ、浴衣3人の、ボーナスと比べて全体的には 6% 少ないですね。解放が進んでないので、得意練習、3人の2種類で 30% 底上げしてるんですけれども、解放用のボーナスが少ないんでトータル的に見ると 6%、減ってる形になります。まあ、そこをね、経験点で、補っていかなきゃいけないんですけれども、やっぱり3人タッグがどれくらい来るかっていうのも結構重要だと思うのと、あとイベントでの経験点も多分少なくなってると思います。コンボ数がね圧倒的にないんで、とあと新島ちゃんがねちょっとテイクワンやった時甲子園1回負けして、まあ、ちょっとボツになっちゃったんですけれども、まあ、その時は新島ちゃんがそもそもエピローグ経験点を組んなかったということと、クリスマスとかにも間に合わなかったっていうことですね。で、まあ、今回の野手の編成は多分前イベだらけになってるんで、どうしてもね前イベのイベントが圧迫されるので、前イベの告白を待ってるとね多分クリスマス間に合わないことが多いんじゃないかなと、ちょっと思いました。まあ、とりあえずそんな感じで、テイク2でやっていきたいと思います。まあ、まずはね、あの新島ちゃんの評価を上げると、新島ちゃんの評価を告白のところまで上げて、まあ、なるべく早めに告白イベントを起こしたいところではあるんですけれど、ここでねバンプとか聖堂とかねチームメイト評価が上がってくれる、楽譜が来ると相当いいですよね。イベント発生をちょっと取っておこう。でそうすると名教でいくか。一応全部発動したな。でやっぱりね、まあ、浴衣系でずっとやってて思うのが、イベント経験点アップってやっぱ発生率はね低いと思うんですよ。多分全部これ同じ発生率じゃないと思うんですね。やっぱ発生しないのは発生しないし、まあ、そんなイメージはあります。わかんない、多分。んー、ここが揃えられる。新島ちゃん 12% か。やろ、よし、一応ハーモニーボーナスを取りつつ新島ちゃんの評価を上げる。あとイベント数的な話をすると、今回サンバ新島ちゃんなんで、そのサンバイベントがあるじゃないですか。今回に関してはね、あれ邪魔なんでね、ただのイベント数の圧迫にしかならないんで、まあ、イベント数が増えるっていうのはプラスにも働くし、まあ、マイナスにも働いちゃうっていうことがあるんで、経験点とかねコツのバランスを考えると、まあ、イベント数1個増えるくらいでもいいかもしれないんですけど、まあ、特にねスッスもねイベント数が多いんで、これ新島ちゃんコツをもらって評価を上げて乗るかな。乗れば結構早い。よし、これ回復しよう。チカちゃんのこのイベント超いいんだけど。あ、まだ乗ってないか。そう、新島ちゃんがダメだったらチカちゃんでっていうのがあるからね。もうなんか最低なこと言ってるけど。よし、これで評価上がってくれれば OK。 これはもう乗ったは乗ったでしょう。乗ったね。あとは発動してくれるかどうか、ちょっとメンタル見よう。こっち楽譜を回収しましょう。パワフル高校9。あと新島ちゃん の、 そのエピローグ経験点マックスでもらうためにはね、デートを進めないといけないんで、なるべく早めにデートもね終わらせておきたいんだけど、あと一旦、いやこれをやるくらいだったらちょっとチカちゃんの評価とかも上げとくか。ここは回復しておこう。紫藤さんの筋トレもどうする、状況次第だな。まあ、スッスはもう絶対切る。スッスは絶対切るとして、これここはここはまだちょっと1にしておこうか。みんなの評価がねたまりきってないからね。ここだな。これ招き猫に招き猫って重なるの、そもそもなんだけど。まあ、でも一応発動してるってことは重なるんだろうな。ルナ
なちゃんのこのイベントもな、よし来たっていう感じにはならないからね今。そう考えるとね、やっぱルナちゃんの、通常ルナちゃんの告白の難易度の低さっていうのは貴重だよね。選手兼彼女キャラって結構上げなきゃいけないからね。よし来た来た、今回は来たな。あとはね、エピローグ経験点をくれること。じゃあ、ま、チカちゃんの評価も上がってって、げー結局チカちゃんかよみたいなことが起こっても困るんで、ま、告白は来てないんだけど、安定をちょっと。おー、北雪来た。北雪はただね、イベント経験点アップが発動してくれないと、そのための楽譜だからね、北雪なんて。チカちゃん乗ってはないか、乗ってはないけどな。監督評価と大谷くんもいるしな。ちょっと一回こっちやろう。まだ新島ちゃんの方が高いよね。あ、来た。これはちょっと新島ちゃんかぶせていかないとな。体力回復してくれたのはでかい。イベント経験点が上がってる時にね、大谷くんのイベントをなるべく消化したいんだけど、一回やろう。ルナちゃんの2回目、ま、この体力量だったら、ま、減っても次は練習できるんで、筋力、これはルナ、大谷か。チカちゃんとかだったらちょっと避けたかもしれないけど、ルナちゃんはパワフル13か。上でいいや。経験点もらって、でメンタル見て何もないから、もうちょっとこの楽譜集めは諦めてデートを消化していこう。最初は回復しかしないんだよね。経験点をくれるわけじゃないんで特に大丈夫ですと。これはリコーダーで安定を取っていきましょう。で残り一旦12月の1か、12月の3で北雪発動しないとあれなんだよね。バレンタインか、バレンタインのとこまで持たないんで楽譜が。チカちゃん一回回復のためにやるか。大丈夫だよね。なんでこんなにチカちゃん毛嫌いするのっていうのはあるけど、一回やろう。回復のために、お前など回復要員だ、回復のためにデートするんだよ。金管にしとくか。意外性を取って意外性は潰しちゃいましょう。で2、あれ2か、一周諦めたんだっけ。なんかいらなそうなやつ。北斗、紫と黄色。うわ、黄色があんのかこいつ。じゃ無理だな。北雪は後でやる。あと2か。いや2はやっ、いや、どうしようか悩むな。一回デートするか、普通に。特に何にもないんで。新島ちゃんはね、後の方になれば別にデートの経験点も結構高いんで、イベント経験点アップが発動してればその時に進めちゃうのもありかな。じゃあ北雪いきましょう。イベント経験点、お、来た、全部来た。ルナちゃん、ルナちゃんはムードとアベレージヒッターとハイボールヒッターと打球伸び全部潰せるかな。アベレージ、うわ、打球伸びが無理そうだな。ちょっと打球伸びのところまで行こう。ほいほい、一応いける。ハイボールヒッター潰せる。そうするとムード、ハイボールヒッターいけるね。もういいや、経験点に全てを回す。うん、これでいこう。これで新島ちゃん OK。
妊娠部長の方が高いよね普通に。うん、20、20、20くれるんで全然高いな。でここはもう揃えていこう。あとバレンタインか、またチカちゃんを上げすぎるとバレンタインにチカちゃんが来る可能性があるんだけど、マックスになってる時ってこれどっちが優先されるんだろう。まあいいや、大吉、中吉か、まあいいや。あこれ3つ、あここもか。大谷くん、シロウさんが乗ってないんだね。やっぱスッスは技術稼げるよな。こちりや3タックできればね2回挟みたいんだよね。回復しよう。おにぎりさ5くらいだったら食えるよね。どのくらいのデカさか分かんないんだけど、君には消えてもらおう。ムード丸取ったんだよねそういえばさっき。ここはじゃあにじまちゃんの方でいきますか。何にもない。もう音符の揃いが相当悪いな。黄色を埋めておくか。あれスッス、あそっか評価下がったからか。ギリギリのところだった。いやまた評価下がるわこれ。ダメ。どう、あ乗ってるわまだ。ここはシトさんの評価上げとこう。打球のみで技術を使っちゃったから。聖堂のテーマが今来てもな。これいいんだから後半に来るとね、あんまりっていう感じなんだよね。楽譜のためにこれをやろう。体力的にはもったいないけど。わあチカちゃんか。29とかアップしてて29だからな。これ絶対にじまちゃんの方が高かったよね。どっちがいい、どっちでもいいや。一応コンプはできたか。早急とかね通常だったら結構嬉しいコツなんだけど別にいらないからな。これもどんくらい経験点くれんだっけ。なんかそんなにっていう感じで体力減る割には、あーでも100近くはくれんのか。上がってたか今ポイントが。でどうしようかな。野球マン、野球マン赤混じってんのか。3を狙いに行くか。3の楽譜を狙いに行こう。赤混じってるけど筋力、ちょっと待って筋力そろそろさばくか。かわしとか直撮りしとこっかな。まずちょっとパワーだな。ビーバー投げちゃおうか。いや C にしておいて、ミート E まで持ってきたかったけど打球の意味で使いすぎたな。あーもうこれはこれでいいや。一応見る、一応見るけどもうこれだね。ワンタックか。ルナちゃんがやる気効果持ってんだよね。よしメンタルでいけるね。一般人ありがとう。誰が赤を持ってたか知らないけど君のおかげでここが練習できるよ。ダブルタックスッス、いいね。得意練習2つ持ってるとね、固有でタックボーナスついてないとちょっと火力がね弱い感じがするんでね、フォームしとこう。そういや技術足りねえんだった。まあどっちでもいいや。残り4ターン1回回復挟もう。虹島ちゃんのデートを進めます。これここまで進める場合の、それとも次まで行かないといけないの、まあ、よくわかんない。そういやいつもプラゴ使ってたからな。ちょっと経験点少ないね。青をちょっと埋めとかなきゃいけない。いやでも回復しながらあと3ターンでしょ。ここやればもう2回通常の練習ができるってことだ。ゲッマジかよ。サボり癖とかこのイベントほんと嫌なんだけど。サボるなよ。よしサボらなければいい。とりあえず
アイコンタクトは別にいらないんだけど、ここは下にして体力消耗しつつ経験点をもらうと。で浴衣やっぱり経験点高いよね、イベントの。これでだからイベント経験点が発生してればちょっと余ってるから、余ってるっていうか直しとこう、これだけは直しとこう。イノ、これで技術をゲット。さて何を吹くか、なるべく学力レベルの高いやつ。アンドロメダか、回復力アップが発動してくれればね、結構それは安い。うおお、関係ない発動しないものは発動しないねあんま関係ないから全部一緒よく分かんなくなってきた。えなんでスッスすごくないか、なんで一人でこんだけ経験点稼ぎ出せんの。こっちにしよう。暁スッスは普通に強いよ、あの50だったら。1を揃えるのに3ターンかかってんな、これ無理だな。コツは指導さん、いやメンタルでいこう。どっかで1ターンが来てくんないとほんと無理。あれ監督評価今どうなってんだっけ、全然気にしてなかったかな。あいける、じゃあお願いします。なんだかんだで技術をちょっと戻ってきたんで B は欲しい、能力的に。地方大会のね決勝がね騎馬だからね、ちょっと爆速ストレートはねパワーがないと押し切られるんだよね。で今回なんかそのバージョンアップしたじゃないですか、なんかちょっと爆速の威力が上がってる気がする。あくまでも気がするだけど、5月の2週まあ新島ちゃんとかも終わってるんで進めていきますか。普通に経験点のために紫が全然いないのか、こっち。揃えられる、メンタルがいるね。まあ3タックとかにはなってないんで回復しながらいこう。日直の仕事とかどんだけ大変なのすげえ体力減るよね。ここは走塁でいきますか。あれ人さん初か、あ回復しよう回復しよう、これは安定の回復を取ろう。メンタルに来てないか、まあ残り1ターンじゃ無理だからね。あー来た、これほんとひどいよ、その時のためにこれを持ってきた。で揃わないんで、揃わないんでここは一回体力回復をして、デートをして、エースキラーとかそういえばかぶってるね、まあ、全然いいんだけどさ。でちょっと能力を確認しよう、技術がやっぱりないな。パワー上げて、一応総力上げて、いやここら辺上げとこう。意味あんのかよくわかんないけど、なんかその自動で試合が進んでいくときにこいつがやらかして失点したとかなってもやだしな。呼吸上げとくか、精神あるから。打球の美を直撮りした分だけ技術がすっげえ少ないんだけど。え今いくつ、6月の3、試合経験点が暁であるのか。暁であるとはいえ最後までは持たないからね、持たないけどな。どうしようかな、迷宮とかってね色がばらけてるから結構揃えやすいんだよね。これにしよう、結構揃えやすいんだよねとか言いつつないんだけど、これか。
人のダブルタッカーちょっと弱いよね。メンタルで揃えようか。これどんくらいもらえんだっけ。技術と精神40-40もらえるのか。ってことは100くらいもらえてるってことだよね。監督大丈夫だよね。全然大丈夫だ。150人あったわ。あ、そうか、チカちゃんか。チカちゃんも上げとかなきゃいけないから、まあ、普通に練習してれば1ずつはね上がっていくからね。で、新島ちゃん1回デートしたから評価は戻せるね。間違えた。あとはね、新島ちゃん本当にくれないとかね、ひどいよね。せめてさ、なんかその乾燥してればさ回避できるとかさ、評価マックスになってれば回避できるとか、そういうのがあるけど、あるといいんだけど、ないからね。このさ、普通の試合とさ、タワチャレの試合って同じなのかな。さっきちょっとね、タワチャレを消化して思ったのが、ストレートが速くなってるよね、体感的な速度が。で、変化球がね、なんか遅くなってる気がする、体感速とか。で、155キロとかのストレート投げると、あ、速っって思うもん。まあくまでも俺の体感なんだけどね。ただストレートの体感は上がってるはず。あと変化球が変わったのか変わってないのか分かんないけど、まあ、ストレートが速く感じてる分、変化球が遅く感じてるだけなのかもしれないけど、これキャッチャーコツはもう無理だよね。どうしようかな。一応経験点をくれるかもしれないけど、赤は両方入ってんのか。こっちでいいや。経験点をくれるかもしれない。コツか。次なんかスッスとかコツが来たら。そっか、これで終わりか。で、どこにしようかな。これ52くれんのか。やっぱスッスの練習経験点 30% って強いよな。タックなしでしょ。タックなしでこんだけデフォルトでくれんのはほんとでかい。で、キバか。どうしよう。パワーヒッター自画撮りしよっかな。筋力は余ってるからね。自画撮りしよう。広角打法自画撮りか。まあ、ありはありだよね。なんで総力って58で止まってんの。超謎なんだけど。あと爆速は打ちにくくなった気がすっけ。2点取られてるし。名強を追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で砂川投げた。打ちました。これはいい当たり。点に繋がってくれればいいけど、砂川。いやー、やばいな。名強攻撃に入ります。トップバッターは砂川。投げた。1本打っていってんでしょ。もう取られたら厳しいぞ。メイクを追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面。フォークは見送る。さあ次の投球入ってくる。いやー、わかんない。大谷君走れ。ただノーアウト。よし、ゲどんな状況。リードで迎える8回です。今日3打数3安打。砂川インコース見送ってストライク。もう1点取ったこと楽だな。2点差は怖い。投げた。きたー。いった。そもそも俺の経験点のためにホームランを打っとかないとね。あと何ターン。楽譜自体がこれもうゲ揃えられるけど、ゲメンタルでいけるわ。やっとこ。コンプリート。一気に戻したな。で、ここで試合経験点を発動させればかなりでかい。お、いいね。たださ、サンタックとか別に来てないよね今回。いや、スッス強い。普通に強い。やっぱり
これで広角は取ったのか。いや一応ちょっと待ってちょっと待って、精神がすんげえ余ってるわ。だからなんだろうね、今のところ総計減点別に見てないけど、よしなんか調子いいぞっていう感じはしない。名教先制のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で砂川投げた。お待て、スライダー第3球を投げた、打った、強い当たり、入る。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面、よーし行った。ちょいちょい点を取られて、鉄砲塚君はまだいやスタミナがあるな、割と打たれてるけど夕場に変わってる。今日2本のホームランを放っている砂川、もう1本くらいちょっと送っておきたいな。アウトロー、スライダーは外れてボール。第3球を投げました。3球目ストライク、フォークか。第4球を投げました。ちょっと待って、めっちゃ着弾点ずれたよね今。これで全力ストレートはね本当にブレるからね、逆に打ちづらい。揃えられる、メンタルでいけんね。よしで、もう一回練習して揃えられればでかいんだけど、ちょっと見とくか、印象さばいとこう。いや、これもなんか D くらいにしとこう、なんとなく。もう上げちゃおう、余ってるから。あ、そう、ちなみにね、あのお試しでやった時の経験点あるじゃないですか、あれ超えられてないんですよ結局あれってそんなに調子良かったんだって思う。9500出せればもうそこがマックスだね、もう1万とか無理だっていうのが分かった。今のところあの浴衣3人娘で9000をちょい超えたところあたりなんですよ。お試しでやったのが9200いくつだったんで、結構厳しいなと思ってますね今。なんか更新できるのか分かんないっていう。ちょうどね1000を今外れ出したところなんで1100ないとか、9500かね、調子よく出て終了かなっていうところはあるんですけど、ここは安定して勝てたな。だからね、本当は特攻2のね水着キジリちゃん思ってればそっちで練習を揃えたかったんだけど、通達132、え待って、これ絶対こっちでしょ、60、70、80、90、いや絶対こっちでしょ。ってことはやっぱ3タックが来るともう一伸びするってことだよね。やっぱ3タック2回だね、やっぱ2回来てくんないと結構厳しい。技術が稼げたんでミート上げとこう。あとなんかいいのある、あんな製造機はそもそもミート開かないからいいとして、あ初球取っとくか、なんとなく逆球も取っとこう、たまに負けてるからね。エフスキャラも取っとこう。で守備力低いけど、いや守備職には取るまでもない。本塁生還も一応取っとこう。アイコンタクトはさすがにね、打開もまあコツつかんでるから取って、一走も取っとこう。冷静、いや射撃もまあいらないか。あ窮地取っとこう、上り調子も取っとこう。アーサーも打てないとき打てないからね。俺はエクスカリバーが超苦手。エクスカリバーってやっぱねストレートを混ぜられるとねストレートに対応できなくなるっていうのが。これは落ちたか。まあ、ここまで来てくれれば最悪勝てなかったとしてもね、まあ、しょうがないはしょうがないんだけど、
一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げました。エクスカリバー、エクスカリバーだよな、やっぱり。第3球を手が出ないんだよ。決まってストライク、スライダーか。追い込まれました。投球これから4球目、完全に外れた。ボール一応第一狙いはやっぱりストレートなんだけどね。次は5球目。いや、ちょっと待って、マジで無理。エクスカリバー名強追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁。あ、待って、シュートか。すげえブレたな。第2球投げた、打った、これはいいやつ。まずストレート、これを持ってきたい。もう一回待ってこい。よし、同点で迎える8回。まだお前投げてんのか。かといってランスも打てるかっていうと、ここランスも打ちづらいからね。俺はここ結構苦手なのよ、円卓の投手陣2人は。投げた、見送ってストライク。第4球を投げた。いや、やっぱストレートにね対応できない。変化球にすげえ意識がいく。うん、まあしょうがないよね、この経験点で。2位か。ちょいちょいこぼしてるな。まずチカちゃんエピローグ、まあ、くれるでしょ。うわー、にじまちゃんマジかよ。まあ、しょうがないと。で、大谷くんのルナちゃんと、にじまちゃんどんくらいくれるんだっけ。まあ、それなりにくれるもんね。まあ、8300、そうなんだよね。多分まあ8000台だなっていうのはあったけど、これで9000突破すんだもん、無理だな。適当に、いや、上げる必要ないや。で、最後に結果が出るから、ちょっとそれだけ見とくか。ほいっと、そう、漏れてるんだよね。で、総経験点が今のところ最高が9000ちょい、9000、本当に100はいってないんで、9000ちょいだったんで、ここをもうちょっと持ってきたいですね。で、やっぱり編成としては、まあ、自分はこっちより、まあ、浴衣3人入れて、まあ、イベント経験点とかで稼いでいった方が、全然伸びそうなんで、まあそっちでもう少し残ってる時間をやっていこうかなと思います。一応、まあ、目標としては9500くらい出して1000位に入れればいいかなというところを、目指してやっていきたいと思います。まあそんなわけで、まあね、あのカレンダー通りの、休みの人たちは、月曜も、まあ、ありますので、まだもうちょっとね時間はあると思いますので、まあ、頑張ってみてください。まあ、そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。